唱える煮えたかの神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大法理には神の化身である鷹を訓用する技が継承されていたとされています。諏訪流の技は戦国時代以降になって武家に伝えられ、江戸時代には一部の鷹匠が幕府や地方の藩主に雇用されました。現代の諏訪流は徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林家に伝承されたものが元になっています。宮内省に奉職された第14代小林宇太郎先生は同所内で育てられた弟子たちに後を託されました。戦後は宮内庁の鷹狩りが中断されているため、第16代花見薫先生は宮内庁を退職後民間人に後を託されました。当保存会では指定制度の下で第17代宗家田子守善次郎先生と、昨年に第18代宗家に隠居されました大塚紀子先生に指導を賜りながら諏訪流鷹匠の技と心を学んでおります。門下生は鷹に対する心の扱い方や鷹匠としての型の修練に励んでまいりました。この度は日々の努力の成果として技の一部をご覧いただき、鷹狩り文化をご理解いただけましたら幸いです。実演に先立ち皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので、見慣れない動きに驚きやすいため、お子様は急に走ったりボール遊びをするなどを控えていただけますようお願いいたします。またご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが、鷹の視線に光が入ると驚く場合がありますので、鷹の飛行中にフラッシュをたかれませぬようお願いいたします。なお実演に際し生きた鳩を使う場合がございます。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくため、獲物を取ることを取るところをお見せしております。捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えることのないよう配慮しておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。ではこれより実演を始めさせていただきます。門下生は整列してください。この度このような実演の機会を与えてくださいました主催の公益財団法人東京都公園協会、共催の NPO 法人東京臨海地域開発研究会の関係者の皆様に感謝申し上げます。またご観覧にお越しくださいました皆様に感謝いたします。それでは当保存会会長で諏訪流第17代宗家田子守善次郎がご挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。本日も本当に青空が見えて清々しい天気を恵まれて、幸せを感じております。私は昨年7月の暑い日にですね、脳梗塞で倒れまして、病院の先生にいつ死んでもおかしくないと言われてるんです。来年ここに立つことできないかもしれませんけど、立てる限り私は先代とも約束したんですけど、
死ぬまで鷹匠をやりますと言ってますので、来年私がここに立ってなかったらどっかそこへ倒れたと思ってください。それで、後輩の、大塚鷹匠に18代を隠居しまして、私はちょっと今安心してるわけです。まあ、女性ですけどもちょっと女性に、似合わぬほど男勝りのところがありまして、そこが何とも言えない魅力ですね。でその諏訪流の技を皆さんに一部だけ今日ご覧になっていただくんですけども、どうぞ最後までごゆっくり、ご鑑賞いただければ大変幸せに思います。と私言葉が回らないかもしれませんけど、それはちょっと脳が一部こう回路がずれてるかもしれません。言葉が聞き取りにくかったら何回でも聞いてください。では最後までどうぞよろしくお願いします。次に目下生を紹介させていただきます。手前向かって右側から東京都より参りました籠森隆です。千葉県より大塚鷹匠です。東京都より稲田鷹匠です。千葉県より榊原鷹匠補です。東京都より菊池鷹匠補です。静岡県より龍鷹匠補です。山梨県より篠田鷹匠補です。最後に私神奈川県より参りました中川鷹匠補が司会を務めさせていただきます。不慣れではございますがよろしくお願い申し上げます。それでは実演を始めますので門下生は一度退席してください。私たち鷹匠の装束は仙台の花見薫先生に敬意を表し、宮内庁宝飾時代に採用されました鷹匠衣装を使用させていただいております。江戸時代の鷹匠との違いは直足袋と取り打ち棒で、明治時代に西洋の文化を取り入れた影響が伝えられています。江戸時代鷹匠は挨拶の時殿様の前でも帽子を脱がないことが許されておりました。これは訓練中に鷹を驚かさないための配慮であり、そのことを殿様も理解されていたため、そのような振る舞いが許されておりました。しかしこれが鷹匠が威張っているという誤解を招く原因の一つになったと言われております。また訓練中鷹匠は鷹を据えて夜中に歩き回ることがあり、鷹を驚かせないように人を避けようとするため挙動不審に見えることがあるようですが、そのような鷹匠の動きの一つ一つにも理由があるということをご理解いただければ幸いです。本日実演に使用いたします鷹はヨーロッパから輸入された大鷹と桃赤のすり、またハリスコーフ、ハリスフォークと呼ばれる鷹、そして赤尾のすり、またはレッドテールフォークと呼ばれる鷹になります。